クリストバル・マルティネス・ボルディウは、スペインの貴族、医師。第10代、ビリアベルデ公爵の爵位を持ち、相当フランシスコ・フランコの娘である初代フランコ、女公爵カルメン・フランコと結婚した。ホセ・マリア・マルティネス・ヨルテガと、第9代ビリアベルデ女公爵、マリア・デライ・イスペランサ・ボルディウィ・バスカランの息子として、マンチャレアルに生まれるマドリード・コンプルテンス大学で、医学を学び、 心臓病を専門とする外科医になる。1950年8月1日に相当フランシスコ・フランコの娘カルメン・フランコと結婚した。夫妻は7人の子供を設けた。1968年にスペインで最初に心臓移植を行った外科医だがその時の患者は死亡している。国立胸部疾患学校の胸部外科の責任者となりアメリカやヨーロッパに よく出張した。国立胸部疾患学校の医療監督となっていたが、1986年に、当時の保健社会福祉大臣、マリア・ゴメス面倒サによって解任された。1998年2月4日に、脳出血により死去。ビリャベルデ公爵位は、長男のフランシスコ・フランコが継承した。一方、つまかる面が持つフランコ公爵位は2017年に、 彼女が死去した後、長女カルメン・マルティニス・ボルディウが継承している。ありがとうございます。